ガラパゴスザメカーキニスゴラパゲンシスは、メジロザメ族に属するサメの一種。全世界の熱帯の海洋島に生息する。大型で3.0メートルに達する。一般的なメジロザメ類の形態をしているため、ドタブカオグロメジロザメなどとの区別が難しい。本種を識別できる点として、第一背びれが高く、その先端がわずかに、 丸いこと、胸びれの後端より第一背びれが後ろにあることが挙げられる。活発な捕食者で大きな集団を作る。主に定性の甲骨魚や頭足類を食べるが、大型個体は怪獣なども狙うようになる。体性で2から3年ごとに4から16匹の子を産む。大胆で好奇心が強く、攻撃的であるため危険なサメとみなされている。IUCN は、 保全状況を純絶滅器具としている。ワ a オリジナリーディスクライブドアズバイ1905年に、ロバート・エヴァンズ・スノット・グラスとエドマンド・ヘラーによって、カーカー・イアス・ゴラパゲンシスとして記載され、その後カー・アキーネス属に移された。ホロタイプは、ガラパゴス諸島から得られた65センチメートルの胎児であり、ここから種小名・ゴラパゲンシスが付けられた。 ギャリックによると、メジロザメルインの中で、本種はドタブカと共に、大きな三角形の歯と二基の背びれ間の隆気を特徴とするオブスクルスグループの中核を構成する。1992年のアロザイムによる分子系統解析でもこのクレードは確認され、2012年の包括的な解析でもドタブカの姉妹群であるという結果が得られている。海洋島のサンゴ礁で見られる。 主に熱帯の海洋島で見られ、日本では小笠原諸島に生息し、伊豆諸島にも生息している可能性がある。大西洋ではバミューダ・バージン諸島、マデーラ島、カーボベルデ・アセンション島、セントヘレナ島、サントメ島。インド洋ではマダガスカル南方のウォルターズ・ショール。太平洋ではロードハウ島、マリアナ諸島、マーシャル諸島、ケルマディック諸島、スパイ島。 トゥアモト諸島、ハワイ諸島、ガラパゴス諸島、ココス島、レビジャヒャヘド諸島、クリッパートン島、マルペロ島に分布する。大陸の周辺には少ないが、イベリア半島、バハカリフォルニア、グアテマラコロンビア、オーストラリア東部から、わずかに報告がある。沿岸に近い島棚の上に生息し、流れが速く透明度の高い、起伏の多い地形を好む。 海上の岩や宮山の周辺にも集まる。島から島へ外洋を渡ることができ、最低でも陸から5 0トルは離れられると報告されている。洋体は2 5ルより深く潜ることはほとんどないが、生態は水深1 8 0ルからも報告されている。回遊する可能性もある。他の大型メジロザメ類との区別は難しい。大型で、 普通は3.0メートル程度。最大で3.7メートルという記録があるが、これは疑わしいと考えられ、実際には最大で3.3メートル程度と見られる。最重量記録は195キログラムで3.0メートルのメスであった。体は細く重線型で、典型的なメジロザメ類の形態である。風は丸くて幅広く、全微弁は不明瞭。 目は中程度の大きさでマリー。片側の死列は上下ともに十三から十五で一本の正中死列がある。上顎歯は太い三角形だが、下顎歯はより細い。どちらの歯も虚子を持つ。第一背びれは高く、ある程度鎌型で胸びれの後端から起死する。第二背びれは尻びれと対位増し、二期の背びれの間には低い隆気線がある。 胸びれは大きく、先端は尖る。背面は肺褐色で、覆面は白、体側にはわずかに白い帯がある。ヒレの縁は暗くなるが、明瞭な模様はない。ドタブカとは、本種の方が2基の背びれが高いことと歯が大きいことで、オグロメジロザメとは、本種の方が体が細く、第一背びれの先端があまり尖らないことで、区別できる。だが、 これらの特徴を野外で確認することは難しい。尾ひれの手前までの脊椎骨数は、本種で58、ドタブカで86から97、オグロメジロザメで110から119である。ハワイクレカン症の個体。当初の旋回では、最も豊富なサメの一つである。記載論文において、スノットグラスとヘラーは、彼らのスクーナーは、数百匹の生態を捕獲し、 まだ数千匹が水中に見えたと書いている。大西洋中央海嶺に沿ったサンペドロ・サンパウロ群島に生息する個体群は、大西洋では最も密度の高いサメの個体群の一つとされている。大きな集団を作ることはあるが、これは真の群れとは異なると考えられる。集団間の争いでは、カマスとガリザメを排除できるが同サイズのツマジロには及ばない。 脅威にさらされたときは、お黒目メロザメに似た威嚇行動を行う。これは、背を弓なりに反らし、口とエラを大きく広げたまま、胸びれをお,おろし、誇張された動きで左右に泳ぎ回る行動である。また、視界を広げて脅威を早期に発見するため、頭を左右に振る行動をとることがある。 寄生虫として皮膚に付着する単焦類のダーモフスリアスカーカリーニーが知られる。カスミアジが自身の寄生虫を落とすため本種の体表に体をこすりつけたことが記録されている。海底で狩りをする。餌は主に定生の甲骨魚やタッコである。稀に氷層性のサバトビューをイカなどを食べることもある。大型個体はエイや小型のサメ。 甲殻類を餌とする割合が増える。歯、サンゴ、石、ゴミのような消化不能物を飲み込んでいる場合もある。ガラパゴス諸島では、ガラパゴスオットセガラパゴスアシカ、ウミイグアナへの攻撃が観察された。リンブ部によると、クリッパートンジまでの魚類採集時に、本州の妖体がボートを取り巻いて、捨てられるものを一つ残らず捕食し、ボートの底やオールにぶつかるような動きも見せた。 これらの個体は、ロテノンや他のサメキヒ材に反応せず、数個体は、背中が水上に出るほどの浅瀬までボートを追ってきた。他のメジロザメ類同様に体勢で、卵黄を使い果たした肺は、卵黄の尾を胎盤に転換する。メスは2、3年ごとに繁殖する。交尾は1から3月で、この時期のメスの体表には、交尾時に、オスのつけた髪跡が見られる。妊娠期間は、 1> 約1年と推定され、メスは春に浅瀬の生育場に移動して出産する。産子数は4から16。出生時は61から80センチメートルと報告されているが、東、太平洋で遊泳する57センチメートルの幼体が観察されており、地域差があると考えられる。幼体は大型の生態に捕食されることを避けるため、浅瀬に泊まる。 オスは2.1から2.5メートル6から8歳、メスは2.2から2.5メートル7から9歳で生成熟する。死有とも20歳を超えるまでは繁殖行動は行わないと考えられている。寿命は最低でも24年。ハワイでのハエナワ漁で捕獲された個体好奇心が強く獲物に固執する傾向があるため潜在的に危険だとみなされる。だが、 ガラパゴス諸島北端のウルフ島、ダーウィン島には長期生活のできるボートが停泊し、本種や赤し木ザメが多数集まる海で毎週、ダイビングが行われているが、現在まで事故は報告されていない。遊泳者に近づいて、フィンや手に興味を示すことや、漁業活動時に多数の個体が集合することが知られている。フィッツロイワストリート、ポールズロックスでの観察時に、 魚が針にかかるや、稲や、多数の貪欲なサメが群がって、船のオールや針による抵抗にもかかわらず、半分以上の魚を奪われたと書いている。リンブーによるクリッパートン島からの報告では、最初は小型のサメが距離を置いて旋回していたが、次第に近づいてきて攻撃的になった。サメよけのための様々な方法を試したが無駄だった、としている。この状況は、最終的に、 ダイバーが水中から退避しなければならなくなるまでに激化した。興奮したサメを押しとどめるのは容易ではなく、物理的に押しのけても、後続のサメが前に出てくる結果に終わり、武器を用いると狂乱作事を誘発する可能性がある。2008年の国際サメ被害目録には2件の攻撃が記録されており、1件はバージン諸島での死亡例、もう1件は バミューダで死亡には至っていない。繁殖力が低いため、IUCN は保全状況を純絶滅器具としている。本種の利用に関するデータはないが、分布域の大部分で商業漁業によって漁獲されている。肉は良質だと言われている。ハワイでは漁の時に網にかかったり、魚を食い荒らすこともあって、漁師からは嫌われている。ハワイなどではまだ普通に見られるが、 中米周辺では絶滅している可能性があり、分布が断片的であることから、他の地域個体群も警戒を要する。ケルマディック諸島とガラパゴス諸島の分布域は海洋保護区に含まれている。なお、神戸市の神戸市立スマ海浜水族園では、かつて、同水族園の波の大水槽で飼育されていた本種の剥製が標本として展示されている。ありがとうございます。